ライツェンエヒベルトゥス・ヤンブラウアーライツェンエヒベルトゥス、ヤンブラウアーは、オランダの数学者。ブラウェル、ブロウウェルなどとも表記される。トポロジーにおいて、不動点定理をはじめとする多大な業績を残し、また、数学基礎論においては、直感主義の創始者として知られる。オフェルスヒーのフリジア系家庭に、教師の子として生まれ、通常13歳で入学する。 高等市民学校にわずか9歳で入学するなど、早くから振動として知られた。1897年、アムステルダム大学に入学。ディーデリク、ヨハンニス・コルテウェヒ、ヘリト・マンナウリーラに数学を学ぶ。この頃より、哲学、神秘主義思想に興味を持ち、これが、後の直感主義数学に影響を与えることになる。1907年に提出された、博士論文では、 ヒルベルト第5問題の部分的解決を与えたが、当初この論文には、彼独特の哲学を改陳した部分が多く、含まれていた。しかし最終的には、コルテウェイヒの指示によって、この哲学的部分は大幅に削られることとなった。ありがとうございます。